豊後高田市にあるほおずき農家です。東京浅草のほおずき市に出荷するのを前に、実は鮮やかな橙色に染まっています。今年は天候に恵まれたことから、大きくいい出来に育っているということです。ぜひ大分県の方々もこの色のいいほおずきを今の季節としての花として使っていただきたいと思いますね。JA 大分によりますと、豊後高田市はほおずきの生産量が全国1位だということです。大塚さんの農園ではこれから8月頃にかけて出荷の最盛期を迎え、およそ6万本を県の内外に出荷する見込みです。本格的な夏を前に、こちらの呉服店ではこのようにこの夏の新作などさまざまな浴衣が並んでいます。大分市の商業施設の中にある呉服店では、今週から店頭に浴衣が並び始めました。今年は発色を抑えた、いわゆるくすみカラーが注目されているそうです。くすみカラーを際立たせるため、浴衣の柄は落ち着いたシンプルなものがおすすめだということです。今年は、コロナの規制もなくなり、花火大会も、行われると思いますので、清涼感のある浴衣を着てですね、お祭りに、参加していただきたいと思います。一方、こちらの木目のうちわ、日田の夏の風物詩、日田祇園の法被がデザインされています。今年4年ぶりに集団顔見せが行われるのを盛り上げようと、市内で林業を営む会社が初めて制作しました。日田杉を法被の形に切り抜き、10種類の柄を印刷しています。日田杉の香りを保つため、真空低温で乾燥させていて、内輪で仰ぐたびに爽やかな香りを楽しめるということです。日田杉の PR と、あと日田祇園自体の PR、 これにお手伝いできればと思いましてですね。この内輪は市内の観光案内所などで販売されています。本格的な暑い夏はもうすぐそこです。